和歌山勝手に PR。 このチャンネルは和歌山を勝手に PR する番組であります。また和歌山に関することも発信しています。貸してくれた皆様、ようお参りくださいましてありがとうございます。そこから3回大きな津波が来て、3回目が一番大きかったというふうに言われてます。で、1回来るのに出てください。ありがとうございます。呼び上げ地蔵、海南市郷土史にはこうあります。安政元年1854年11月4日5日、南海に大地震があった。干潟今市の人々は干潟川と須賀の切れ戸に挟まれ、逃げ場がなく混雑していた。潮見峠の方から不思議な光が差し、人々を呼んでいるものがあった。それは潮見峠の地蔵であった。以上であります。さて、それでは安政南海地震とは一体どのようなものであったのでありましょうか。1854年11月の4日午前9時、第1回目の地震が発生しました。翌11月5日午後5時頃に発生した第2回目の大地震はさらに激震を極めたといいます。全壊家屋1万戸、焼失家屋はなんと6000戸であります。流出家屋は1万5000戸、死者はなんとこの当時にして3000人であります。この時代の日本の推定人口は3000万人というから驚きであります。人はおそらく松明ともして後の人を呼んだのだと思われます。で、呼び上げ地蔵というのは地蔵さんが手招いたということになっておりますけども、実は地蔵さんのそういう霊言に加護を受けましてですね、みんながここに逃げて助かったという、この伝承が僕大好きで、これを本当に海南市の宝やなと。いっぱい忘れた頃にやってくるというのが災害のようでありますので、私もできる限りこういうイベントというか訓練へ参加をさせていただきたいと思います。皆さんと一緒に今日も参加いたします。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます先生。それではこの後のちょっとスケジュール、説明させていただきます。今日もですね、住職さん先頭にですね、坂を登ります。登っていただいて、住職さんにまずろうそくに火を灯していただいて、この安政の津波 の、 犠牲者の方 の、 追悼をやっていただけます。Oh, boy.
関係者の皆さん、役員さん、参加してくれた皆様、ようお参りくださいましてありがとうございます。私はこの呼び上げ児童を管理している飛騨児童の住職をしているものです。今日11月5日は世界津波の日、ちょうど安政元年11月4日5日2度にわたり大地震があり、特に5日目の日に津波が押し寄せてきたそうです。ある人は雲池あたりに五色の雲がかかり、地蔵さんが手招きをしているといい、ある人は白犬についていくと助かったといい、ある人は光のある方へ行くと助かったと言われています。この潮見峠は急な坂で登っていくのは大変ですが、毎年年に1回でも避難訓練をさせていただくことはとてもありがたいことです。住職自身も妙な縁があって、毎月24日地蔵さんの縁日に来て掃除をしております。今年は4回目、コロナウイルスで規模の縮小で大変な時期ですが、今後ともご参加ください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さんこんばんは。あの海南市中央公民館のババと申します。大江さんとはちょっと高校時代の同級生で、そういうご縁もあって今日は参加させていただきました。まず最初にですね、あの大江さんのお話とか尾崎先生のお話をお聞きしてね、ちょっと感じたことを述べさせていただきますけど、実はその皆さんよくご存知の稲村の日という物語ですね、これあの一旦みんなに忘れられてたんですね。で、復活してくるのはいつかっていうとですね、スマトラ沖地震の後だってことですね。で、スマトラ沖地震の後と復興対策どうするかということで、あの当時の小泉首相もインドネシアの方に行かれましてですね、この時向こうの人に、あの日本には稲村のヒットの話があるそうですねって問いかけられたって。で、その時の新聞の見出しがですね、面白いんですけど、その時の新聞の見出しには逸話って書いてあるんですよ。稲村の日は逸話だ。逸話というのはですね、みんなから忘れられた話という意味なんですよ。で、和歌山県でもですね、稲村の日のことを、例えばちょっと教員会におった時に、逸話って言うてたんですけども、ある時からもう逸話ってやめとこうかと。で、これを故事って直したんです。故事っていうのは昔あった大事な話っていう、そういうぐらいの意味です。今もう逸話って言う人いません。この15年間で稲村の日っていうのは逸話から故事になって、みんなに広く知られるようになってきた。で、こちらの取り組みは4年目ということですのでですね、あのだんだんと皆さんに浸透してきつつあるんだろうなというふうに、そんなことを感じていただきました。そしてあの、地震が起こったのはですね、今から167年前の、まあ、夕方の4時頃ということです。そこから3回大きな津波が来て、3回目が一番大きかったというふうに言われてます。で、1回来るのにですね、海南まで来るのに40分ぐらいかかるんですね。引いてまた40分ほど経ってくる、また40分経って、1時間、120分ですか、2時間後ぐらいですね、4時に起こったら6時過ぎぐらいにですね、やっぱり一番大きな、こんな暗い状態にあった。で、当時街灯の内容ですから、松明とか提灯持って皆さんこう逃げてこられたいと思いますけども、やっぱりここの熊野古道って人洋さん通られてるし、みんな地理も分かってるし、あそこ行け安全やということで、まあ、方の方他にも逃げられたと思うんですよ。あれでもここにはたくさんの人が集まって、で、ここから集まった人たちの光がですね、まだ避難をされようとしている人たちに道しるべのヒントだったということが言えるかと思います。で、これはですね、まあ、稲村の人実は同じなんです。物語の稲村の人は喜兵衛さんはこう高台にいててですね、みんながこう避難してくるようにようこよって言うたと言われてますけど、そうじゃなくて喜兵衛さんはもともと低い町中に家がありましてね、ご自身もあの
津波に巻き込まれて命からがら逃れた後高台へ避難するんですけども、まあ、まだ避難できてない人がいるということで、まあ、降りていってですね、当時35歳の働き盛りですからね、降りていって、でそこでこう避難に誘導しようとするんですけど、もう瓦礫が散乱しててもうこれ以上進めないってなった時に、道端にも収穫の済んだ稲の束があったんでですね、そこを火つけて、みんなこっち向いてこいよ、こっち向いてこいよということで、あの逃げる方向を示す道しるべとしてですね、明かりとしてはそれをつけたということですね。きっとここに集まった人たちが叫んでこっちと叫び声とですね、その火がですね、その稲村の火と同じように、あの皆さんをこう誘導する明かりになったということは、それはもう容易に想像できるかなと思います。それがまたあのお地蔵さんのこの存在と相まってですね、このお地蔵さんが呼び上げたという、そういうお話として海南の中でこう語り継がれてきたということが言えるのかなと思います。もう一つだけ、私の知る限りですけども、県内には呼び上げ地蔵と言われるものがもう一箇所、それは田辺市の JR 新庄駅の裏の山手の方にあるわけです。で私ちょ田辺市の防災まちづくり課というところにお電話してですね、この、 あの場所はまた今もこう避難場所としてお使いなんですかってお聞きしたら、実はそこはこういく高い山なんだけど、下の方は海抜4メートルぐらいでですね、ちょっと下の方は浸水してしまうんです。だからそこに逃げていくのはちょっと危ないので、今は別な場所に避難公園を作ってお使いになっているという。僕はまあ海抜20メートルですから、あの例えば巨大地震でも全然心配のないところやと思いますし、まあ、こういうふうにこう今も車が行き交いますし、人の行き交いが多いところですよね。そこにこういうお地蔵さんがあって、こういう坊さんのことを日常的に啓発されていくとなるとですね、これは言い方の方だけではなくて、海南、さらには、まあ、このお地蔵さんが呼び上げるというこの話の持つインパクトがですね、まあ、全国的にもあの防災に関する皆さんの意識を高める、それは大きな役割を果たしてくれる可能性があるのではないかなというふうに思います。上神田の皆さんと、もうちょっとあの臨海部の日方の皆さんも含めて、みんなでこれを継承されているというのはなかなか大変なことだろうとは思うんですけれども、今後ともあの継続されて発展されることをあの心から願っております。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。中央公民館長の馬場先生でした。ありがとうございました。あ、どうぞ順次お願いします。はい、テンポ開けてください。ありがとうございます。でこうして皆さんに参っていただけるというのは本当にありがたいことで、これあの上神田地区ですね、ひいては海南市の宝になると思います。よろしくお願いいたします。本当にご苦労さんでございました。こういうイベントというか避難訓練やって、皆さんが1年のうちに1回でも2回でも必ず起こるであろうと言われる地震とか津波とか、そういうものを意識して、みんなが一人でも多く助かるような、こういうイベントは大事なことだと思いますので、また来年も再来年も大江さん頑張ってやってください。それで皆さんもあのまた来年も再来年もずっと参加できるようにお願いいたします。どうも今日はご苦労様でした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。それからこれで、ね、あの呼び上げ地蔵のあれ会を終わりたいと思います。あの帰りはね、あの順次あの気をつけて交通事故にだけはならないように、あの順次帰っていってください。